石槌神社は、愛媛県西条市にある神社。西日本最高峰石槌山を、新体山とする神社で、山徳に鎮座する本社、山腹の常司社と土小屋春香拝殿、山頂の頂上者の四社の総称である。旧社格は、県社で、現在は、神社本庁の別表神社。石槌山総本宮と称し、宗教法人、石槌本教の総本宮でもある。 新門は丸に、石の字。石槌彦井の地本社、元の溝際の新編大菩薩石槌さんは、古くから日本七霊山の一つとして名高く、日本霊良記には、石槌さんの名は、石槌の神がいますによるとある。伝説で、紀元前63年のことす人天皇第35年、石槌の峰に神を勘定すとある。また、八十五年に、炎の鶴が解散。 引き続き、サビ戦法師が解散したと伝えられる。その後、空海自作の三教指揮に、ある時には、石砲にまたがり手と記されていることから、空海も修行したことは、異論のないところである。さらに、伊予国風早軍の出身の工場といった高僧たちも修行した。以来、石三座黄金源と称され、神仏集合、主元の道場として繁栄した。また、 朝廷、武家の崇計極めて厚く、寒武天皇の直眼によって混流された石産上住者には、門徳天皇、高倉天皇、崇徳天皇、五代醐天皇など歴代天皇が治めた仏像や教官が伝わる。1342年には、五村上天皇が朝敵大山を祈願するために直死を使わしている。武家では、河野氏が厚く数計し、そして最上藩主。 小松藩主も厚く偶した。近世の歴史として、一三上住者に1591年以下の領主となった福島正則が参同し、1610年、豊臣秀頼が一三上住者の神殿を集築し、福島正則がその不信奉行となる。1657年には、一三社に最上藩主、一柳忠教が仏殿を建立し、1670年、 最上祖の松平頼住は石三社に東照宮を祭り、光密石を寄付し、山陽、葵の寺門を許した。1728年、徳川吉宗の命を受け採役し、上村佐平寺が石三に登頂する。1752年には、徳川家重が1778年には、徳川家春が石三社に役よけ二党を命じたと記録がある。 霊法石槌山を北東から明治に入って1869年に神仏分離につき取り調べが始まり、翌年には石権言号が廃止され、法災像の取り調べが命ぜられたため、石三座王権言,言を物体として届け出た。その結果、神議官により石三座王権言,言解消、石鉄神社と総称自然、ルベク在来権言,言,言の増破、 別に再死に及びばざることと、有りとの最低額だった。さらに翌年の1871年4月5日に、石鉄神社となり、同年7月4日には、県者に、列格された。それでも、時の住職は石山頂上鎮座の姿にもして、権ン像を山上に放祭し民心を得ようとしたり、裁判を起こすなどして抵抗するが、その最中、 1872年2月に本殿と栗は消失し、寺方は無十字になっていた達中の伊用院へ転出する。また、同年東将宮は、西条市大町に、西条東将宮として移転した。そして、前上寺の境内は、当社となり、現在のソレーデンを本殿とし、石三上従者は、当社の上住者となり、横峰寺は、西の遥か廃所、横峰社とされた。 その後、1875年前神寺と横峰寺に、廃寺通告が来る。社名は1902年3月8日に、石鉄神社から石槌神社に変更が決定される。しかし、発足当初の当社は、神社としての体制が不十分で、神仏分離の混乱のため神社が減少し、長らく不審の時代が続いたが、1912年代重大代社史に、着いた。 オちマサルマルにより、各地に数傾向を組織し、財政の再建や、社殿の修復、新築に尽力し、現在の当社の基礎を築き発展していった。なお、前上寺と横峰寺は、その後復興されている。戦後は1946年5月10日、石槌教教派総本社を設立し、1949年宗教法人、石槌本教に改称。 神社本庁に属して、別表神社に、かれ神仏集合の伝統に基づく供計活動を行っている。成就者の災難の歴史として、1889年4月10日午前5時行者の三郎津屋中の失火により全焼し、社殿、宝物が消失。1893年成就者本殿再建。1900年成就者社殿再建竣工する。また、 1980年11月13日に大火に見舞われ周辺の旅館と共に全焼した。山上で消火用水も少なく消防車も駆けつけることができなかったことが被害を大きくした。しかし2年後の6月には早くも周辺旅館と合わせて復興した。1920年より夏山開き大祭りは7月1日から10日に再業なり現在に至る。 6月30日午前7時半に御輿に乗った3体の御神像は、口の宮本社を出発、道中のお旅所で待ち受けひざまずいた信者たちに、御輿が頭上を通過する神事を再考しながら、上就者に向かい午後3時半ごろ到着する。翌7月1日午前6時半に御神像は1体ずつ、強者に背負われ頂上者に向けて担ぎ上げられ午前10時ごろ到着する。 山頂で待ち受けた神徒たちは、三体のご神蔵灰、太をいただき祭りは最高潮になる。終了は7月10日午前11時半に神徒に、担がれたご神蔵が頂上者から、上樹者へ下山、午後2時ごろ到着し、有層な練りが行われる。翌11日午前7時に上樹者から、里宮本社へ向かったご神蔵は、正午ごろ到着し、灰、 大神事が行われ祭りは終わる。期間中は誰でもご心臓敗退を受けることができる。当拝者が登山道で出会った時、見知らぬ同士でも下りの人は、上りの人に、お上りさんと挨拶をすると上りの人は、お下りさんと返答する。この山の独特の挨拶法がある。なお、現在は、三越の運行にロープウェイが使用されている。本殿園系本殿祖。 霊電球頂上は誇ら新門の大天狗、商天狗宿泊、なし。駐車場、境内か、新門前、国道脇にいずれも、無料であり。上寿社標高線4 0 0メートル付近にあり、ロープウェイ山条駅から0.8キロメートル、徒歩、約25分。役の行者が登山で、厳しい修行をされ、ついには上寿し、当地まで下山してきた時山頂を振り返り、 我が願い成就せりと言ったと言われる。それから当地が成就者と言われるようになり、見返り用拝殿と名付けられた。その後、サビセン菩薩が石槌座王大権限と称えて深く信仰。山地を開き、東廃者を導き、成就者が創立された。新門宿泊、三軒の旅館が隣接している。駐車場、ロープウェイ三六駅のもとに、 民間有料駐車場が複数箇所あり、土小屋用配電宿泊、隣接して一軒の宿泊施設と国民宿舎石槌があり、ほぼ神社と同じ期間営業している、駐車場、無料大駐車場あり、頂上車未仙頂上上住車から頂上車を望む石槌大臣のうじ子、赤子になることである、選抜制度があり、階級は17階級ある。 7月1日から10日のお山開き大祭の期間中に本社、常住社、土小屋用配電で申請する。申請条件は小学校を卒業している方で3頂東配3回以上であれば自主申告で最初の選脱に申し込める。以降、昇進はお山開き大祭の期間中に申請しその階級に応じた昇進初捕虜を収めば昇進できる。なお、 新選奪から付与される。選奪回付を携帯すれば入山料が免除になり、尺は特別大元庁以上で付与、今朝は元老以上で付与される。選奪回付、バッジ、尺、今朝里宮本社から中宮の上就社を経て、奥宮頂上社へ至る王子の参道沿いに作られた36の王子社で何も残っていないところもあったらしいが、現在は復興され、 年に一度、石槌神社里宮から参拝登山が観光されている。今宮道の登山口ただし、冬季は通行不可。12月1日から3月31日まではゲートが閉鎖される。レッドブルホーリーライドは2010年から行われているマウンテンバイクのダウンヒルレースで2011年は石槌神社で開催された。ありがとうございます。